で、これをね、まっすぐこっち行きますね。で、ほら、背骨みたいなさ、ゲートがね、の終点がもう目の前に近づいてきた。で、これをまっすぐ行って、そしてね、まだですね、まだですね、まあ、道なりですね、ここね。うん。ロックドレイクだらけ。もうロックドレイクだらけですよ。ロックドレイクもさ、こんな過酷な環境で生きてる生物っていう意味で、そういう意味ではね、めちゃくちゃタフな生き物とも言えるよね。こんなね、特殊能力を持ってて。で、今道なりに進んでおります。何やらいかついものが両サイドにあって、ここ確か分岐のはず、あ、分岐ですね。オッケーオッケー。でね、これ分岐なんですけど、これ右です。右に行きます。左に行ってもね、特に未来はないかな。左は確か行き止まりだったはずなので、これをね、ここですね。こっち右です。ここに、ちょっとわかりにくいんだけど、こんな感じで。ちょっと地形変わってるな、ここ。やばいよ。ちょっと待って、耐久大丈夫かな？まだ、ちょっとまだ大丈夫か。帰りのこともあるからね。ちょっとなるべく相手せず行くか。はい。これこんな感じで道なりにずっと降りていって、すごい世界になってきましたね。今度はちょっと紫がかかってます。全体的に。で、まあ、多いっすね。いろいろ。ロックドレイク、ヘビ、カニ。あとは、ムカデもなんか前いたと思うんだけど。今はメガラニアがいっぱいいましたね。で、これがいよいよもう最下層ですね。はい、来ました。シーカーとかもね、もう全力無視で大丈夫です。で、今右手にね、水辺があるんだけど、ここ左側ね、左側壁こすりで進んでいって、いよいよね、ほら、このゲートの終点、こっちですね。で、ここがね、もうロックドリックめちゃくちゃいっぱいいるから、ちょっとこれ、もしね、スピの体力低かったり火力が弱いんだったら、これ足止めると結構辛い戦いになっちゃうかもしれないですね。数がすごいんだよ。で、このね、こうぐるぐるなんかなってるところを、このままですね、とにかく今ね、もう前方に見えてる、あっちですね。あっちあっちあっち。ここにね、最後、ラストの坂道があるんですけど、そこ行きましょうか。いや、これ変わってないわ。全く変わってないわ。ただ、カルキノスはね、これいなかったと思うんだよな、エースインの時、ここには。スポーンの場所的に。どうなんだろう。サバイバーキラー的な扱いで置かれてんのかな。いや、これはもう足止めて戦うか。めっちゃいるわ。なんでね、これ、ここにリクロでもし来る場合ね、スピノのその育成の方針としては、どうなんだろう。ヘルスもある程度欲しいんですけど、火力結構重視でもいいかもしれないですね。うん、もうどうせ逃げ切れないくって囲まれちゃう場面なんか絶対多いから、もうね、倒しきっちゃうみたいな。もうこれも絶対やばいよね。もうこれ倒しきった方がいいよね。で、キーマウの人はさ、右クリックして、二足でね、この張り手の方がパワー高いんで、こっちの方がいいですね。はい。さあ、来ました。最後ですね。ここです、ここです。この奥をね、進んでね。ASE だと、充電式発信機、あれね、なんか緑のやつ。あそこにさ、トランスミッターとかの機能がなかったから、もうここに来なきゃいけなかったんでね、どうやってもね。転送やるには。なんだけど、何これ？なんか、音がバグってる。ほら。何これ？なんか変な音してる。あ、これなんかいるわ、下に。しかもさ、今アルファのマーク出てたね。あ、これロックドレイクがさ、下に埋まってるんだ、ここに。ほら。あれ、今アルファブーストかかってたよ。何のアルファがいるんだ、こんなところに。え？アルファがこんなところに？アルファカルキノスか？アルファブースト今かかってた。
いや、でも何も姿ないね。ちょっと待って、怖いな。地形、こう下埋まってたからさ。大丈夫かな？ワンチャンなんかひょっとしてこれ降りた時にやられるかもしんない。はい、ちょっとじゃあ見てみましょうかね。これが最下層のターミナルですね。来た。ほら。ね、ん？やばいやばいやばい。なんかいるわ。これぞ完全ステルス。あの、地形の中にいる。どこかに。多分下だと思うけど。怖っ。ほら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 。まあ、いいか。そう。で、ボス戦だよね。ボス戦、ボス戦。ここでボス戦行きますよってやつね。あ、そうだ。これ、さっき言ってたさ、これやるか。ここに、あれ、預けて、ちょっと重たすぎる。ここにさ、預けて、ちょっとおかわり行くか。ここで、入れてこうやって。で、拠点のトランスミッターで引き出せばいいから。どうしましょうか。でね、これも、また昔の話になっちゃって申し訳ないんだけど、ACE の時さ、この最下層のこのターミナルね、ここの、あの、貢ぎ物のところに何か物を入れといてね、とりあえず、みたいな。なんでもいいですけど、例えばこうやって入れておいてっていう風にやって、そしてさ、秒が距離外れて戻ってきたら、この中が消えてるっていうのあったんだよね。そう、何が言いたいかって言ったら、このね、レプリケーターを作るための材料めちゃくちゃ重たいじゃないですか。金属5000とかなんとかって。で、一度に運べなくって、何度にも分けてやろうと思って、ここに入れてたら、あれーっつってね、吸い込まれたことが何度もあったんですよね。そう。だから、こっち側に入れた方がいいですね。こっちにね。このインベントリーの方をね、あの、アップロードする側に。ここに入れておいて、で、っていう風だったんだけど、わかんない。ASA になって治ったかもしんない。試しにこれ7個入れておきましょうか、ここに。いつの日か来ることを覚えておきましょう。はい。ということで、まあ本来ね、ボス戦はね、ここから行くということですね。うん。まあトランスミッターがあれば、トランスミッターからも行けるんだけどもね。ここからボス戦ということですね。よーし。ちょっとまあ、装備もうちょい行けるかな。じゃあ、戻りましょうかね、こっから。はい。無事帰ってきましたね。ここにもうね、あの、エレメント作り用のものを着々と集めてたんですけども、ようやくね、このエレメント鉱石が来たということで、いけますね。で、ここに預けたものも、はい、あります、あります、あります。で、今回ちょうど行って帰ってきて、防具、そうですね、ギリギリ耐久耐えててって感じですかね。まあ、割とすぐ行って帰ってきたんでね。パッとね、向こうに滞在時間あまり長くなくて、あれぐらいだったら、まあ今ちょうどね、1時間ぐらいやってるんですけど、まあ1着でもいいかな。でも、念には念を入れてね、やはりね、もう1セット持ってた方が絶対いいと思いますね。ちょっとせっかくなんで、もう1回行きましょうかね。ジップラインのモーターアタッチメントスキンね、これちょっと今作ってます。これ作りました。それから、確か作業台だったと思うんだけど、ジップラインアンカー、これだね。これこれこれ。キノコと石の矢か、オッケー。よし、じゃあ、このですね、ジップラインのモーターアタッチメントスキンは、これはね、ズボンにつくので、こうですね、ズボンにつけてて、こういう感じですね。はい。で、これとね、このスキンはね、同時にはつけられないので、まあ、どうしてもこうなっちゃうって感じかな。まあ、他の部位だけね、おしゃれにやるなら、まあ、こういうことは可能ですけどね。はーい。で、これがね、どういうものなのかってちょっと一旦試しにやっておくと、また地震来た。また地震来た。これですね、こうね、クロス棒で、まあ、どういう風でもいいんですけど、例えばさ、ここね、支点打ちますよね、ここね。こうね。で、終点を、こんな風に、なんかこう出るからね、このね、なんか矢印って、このあれがね、ビヨーンって。まあ、例えばこんなとこ行ってみましょうか。この場所には繋げられません。あ、来た来た。ほら。これ今繋がったんですけど、わかるかなこれ、ほら。ビューンってね。で、この状態で、ジャンプかな今、ジャンプキーかなほら。もう一回やってみようかな。どうやってやるんだったっけな E キーか。普通に E キーだね。で、進むのが、なんだ？進むキーが W じゃない。あ、
これガソリンがいるんだ。ガソリン駆動だ。失礼しました。ちょっと久しぶりで忘れてた。ガソリン持ってかなきゃいけないね。ガソリン持ってて、ガソリン駆動ってことか。これ E キーで普通にね、取得のキーと一緒。E キーで、で、ガソリンが入って、ほら、来た来た。これ WSD だ。あ、W で前進だね。ほら、こんな感じでビューンってこうやっていけるから、ですね。前進だけか。視点を変えて W だけだね。で、もしこっから降りるんだったら、ジャンプか。で、まあ、例えばこういうのと相性がいいよね。こんな感じで。はい。これをじゃあ、やってみるか。これってさ、撃ったやつって、解体か使うしかないか。回収はできないんだね、これね。回収できたらいいのにな。ですね。まあじゃあ一応これを1本、まあ2本持っていくのと、まあもし万が一これがダメだった場合の副腕を考えなきゃいけないんだが、そうだな。コスモを使うとなると、バルブドック連れていけないですよね。パイロメインで行く？パイロメインで行ったら最後ジャンプできるけど、道中が怖いよね。カルキノスが一番丸いかもしれないな。カルキノス。まあ、カルキノスも道中は怖いね。絡まれて逃げられなかったらおしまいなんだよね。そうだな。このアンカーが使えるっていうので行くしかないね。とりあえず現状はね。あとあれですかね、地形をうまく活かしてパラシュートかなんかでところの上から飛び降りるみたいなのありかもしんないな。念のためパラシュート持っていくか。いや、パラシュートやるんだったらこのグライダーでいいか。そうだな、一番丸いのはカルキノスのような気がするが、まあどっちに行こうかな。スピノのがまあ安全面を考えたらね、間違いないんですけどね。まあそうだな。一回スピノで行ったから、じゃあ今度カルキノスで行ってみるか。ね。カルキノスでも道中どうなのかって感じでちょっと行ってみましょうか。ね。危ないかどうか的な話で。で、スピノと違って、もうこれ完全にさ、やり合ったらもうアウトだから、その戦闘ではもう無理なんで、この子はね、近接全く振ってないんですよ。この子重量特化でね、重量5000まで振ってて、で、ヘルスが1200じゃない、12000しかないし、近接なんてね、全然火力出ないんで、まあそうは言ってもね、一応、こう両手同時攻撃すれば、まあ、多少は出るけど、って話ですよね。なので、基本は逃げで、まあだからその逃げのムーブで、ちょっとカルキノスが実際問題、いけるのかっていうね。ただね、これ、ちょっとやってて思うんだけど、ASA になってからね、割とこういう障害物判定がめっちゃシビアになってて、カルキノス。ちょっとしたね、なんか岩とか木とかあると、スタックしちゃうんですよね。なので、まあ、どうかな。機動力若干落ちたようなイメージですかね。こういうのはできますけどね。よし、じゃあまあ行ってみましょうか。さあ、大ジャンプを駆使しながら、このゲートのところまでは、まあ特にトラブルなく来ましたね。さあ、放射能エリア入って、こっからだよね。こっからめちゃくちゃいっぱいいろんなのいるから、それが厄介なんですが、囲まれちゃうとね、挟まれちゃうと飛べなくなるから、もう囲まれる前に飛びたい感じですね。まあ、あと飛べるんで、若干ショートカットもね、できなくもない。例えばここから、もう、このカードからこう飛んじゃうみたいなね、こういう感じで。これ落下ダメージ入りますからね。この高さだと。はい、いたたたーって感じ。
でも、こんな風に、コーナーコーナーね、ちょっと飛んでいきましょうか。さあ、最初のね、中継地点に来ましたね。体感なんだけど、カルキノスのが早かったかも。かかった時間的に。ここまで来ましたね。めっちゃ細かくやるんだったらさ、ここまでスピノで来て、ここでカルキノスをね、出してっていうのはできるかもしれないね。あそこでさ、アップロードダウンロードで。それできますからね。おー、やばい。これはダメージが入るよ。痛いよ、これ。あー、バイーン、いたたた。まあ、そんなでもないか。そう。で、繰り返しになっちゃうんですけど、このね、オブジェクトに沿って進んでいくって感じですね。これにずーっと従っていけば大丈夫。帰りもそうですね。帰りもこれを目印に。迷ったら上を見て、この鉄骨のね、背骨があるところをずっと行けば大丈夫です。おー、意外とカルキノスこれありかも。ややこしいゾーンは抜けた。あとはこっからはね、ロックドレイクだけだね。カルキノスのが、わかんないけどね。まだこの旅の決着はつかないけど、今の時点ね、ここまで来ただけで話にすると、カルキノスが楽だったかも。さあ、特に何もね、大きなトラブルもなく、ここまで来ることができました。なんならやっぱりね、カルキノスのが早かった。うん。早かったっすね。ただね、この先、冷静に考えたらさ、あれですね。ロックドレイクの卵盗んだら、親が襲ってくるでしょ。あ、これ、さっき倒したやつがまだみんないるんだけど。親が襲ってくるから、その時どうするかだよね。いやー、しかしめちゃくちゃ綺麗だなー。すごいね、これ。めっちゃ綺麗じゃん。この紫色の、こうなんかブラックライトみたいになってるのがすごいな。あー、いますねー。これでも、2匹いるけど、倒さないとこれ無理なんだよなー。待て待て待て。ロックドレイクは、攻撃の頻度が遅いからね。そう。こっちの方がたくさん当てて、倒しきっちゃうしかない。あとね、カニちゃんはね、これ、右左ね、同時にこう、アタック出した方が火力出る。あ、なんかこれスタックしてて勝ったな。危ねえ、オッケー。さあ、ということで、巣に戻ってまいりました。まあ、これ今、カルキノスで来たからさ、まあ、アンカー、ジップラインアンカー使わずに、このまま、ピューンって行っちゃってもいいんだけど、せっかくだからジップラインアンカー試してみましょうかね。使えないといけないからね。よし。じゃあ、あそこに行こうか。あの巣へね。あそこに行きたいから、あのあたりに。あー、使えないわ。これダメだ。いや、使えるわ。いや、使えるよね、やっぱりね。おう。え？消えたよね、今。消えた、消えた、消えた。これね、多分ここが、このジップライン系のやつ禁止エリアなんだと思う、多分。今、それかバグかわかんないけど。今ここに出て、ちゃんと緑になったよね。で、撃ったんだけど消えたから、これダメですね。どっちにしても。っていうことは、コスモで来るか、カルキノスで来るかしか、上に上がる術がちょっと厳しいかもしれない。そうだね。ここだとね。じゃあ、カルキノスで来てよかったということで、こういう感じですよ。はい。まあ多分ゲームデザイン的にさ、カルキノスでおいでってことだと思う。多分。さあ、記念すべき初衛星、初ロックドレイク卵。レベル、いきなり190とかでもいいんだよ。どうですか？パ。え？ 45 ってさ、微妙だな。ちょっと待って、これ拾うのやめよう。これ拾うのやめて、向こうのやつを見てからでしょ。これ拾ったらさ、親が来るから、向こうのやつ見てからでしょ。全部取っていく必要はない。これ最初の卵なんで、1個だけ拾えばいい。この辺りね、ちょっと癖があるんだけど、カルキノスで何とかすればね、登っていけるんで、こういう感じで。ちょっとね、何回もね、ジャンプこすれば多分いけます。
あーいー、きた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 、あー弾かれる。いやー、これ巣がめちゃくちゃ綺麗になってるわ。待って、角度をつけないと。こうだね、こっからこういう感じ。いったか。あー弾かれた。当たるとね、弾かれちゃうからね。多分これシンプルにね、こういう風に飛んだ方がいいかな。こっからこれぐらい多分いける。ナイスですね。さあ、二つ目。これもね、まあ、三つの卵のうち、レベルの一番高いやつを持って帰ろう。いきますよ。あ、ちょっと巣が怖いですけどね、挙動が。これはいくつですか？近い近い近い。お !140! まあまあ、いいですね。140、140。合格合格。ここ140ね。あともう一個、あそこか。あれも見てからにしよう。まさかの190なんてでもいいんだよ。届くかな？ちょっと厳しいかな？これは二段ジャンプか？どっかで。一番あの高いとこに行くには、確かね、これ右側に一回行った方が良かった気がする。一発では届かないから、あそこね、一番左ね。なんだけど、一旦これ多分ね、右に飛んで、あの辺りに飛んで、これパイロメインだったら多分余裕なんだろうな。ここから届くかな？多分届かないと思うけどな。ちょっとやってみるか。ここから、ちょっと待って。ここからジャンプ貯めて、はい。届きそうで届く。あ、その右側のとこ乗ったらいいんか。ですね。もう一回やってみよう。よし、来たー。そうですね。右側のとこ乗れば、一旦ね、画面のね、右の方に行ってから来ればいけますね。さあ、三つ目ですね。どうでしょうか。は、5! 一番来るのが大変なとこが5って。よし、じゃあ、140を持って帰るか。前に見えてるあれが、あれいくつでしたっけ ?50 かなんかでしたっけ45か。確か45でしたよね。で、この一個下が、どこだったっけな、そこかが140だったので、どうだ、この下一旦降りてから行くか。下から行ったらいけるからね、一発に。真ん中のやつが確か140だったんで、まあ140ならとりあえずいいでしょうね。でそれで次からはね、ロックドレイク乗ってこればいいんで、あれかな、あれはね、多分こっから普通にジャンプでボヨーンと行ってちょうどいいですね。これだね。さあ、じゃあ、もう、これを取って、親が来るんだけど、逃げ切ってみようか。ね。数がもし少なかったら戦ってもいいんだけど、140だね。いきます。取ります。はい、取った。で、来るか？あれ？来ないな。あ、来なかったわ。あ、来てる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 、落としてる。逃げろ逃げろ逃げろ。でも、そうなんですよ。このね、場所はね、警備がちょっと手薄なんで、そんなめちゃくちゃいっぱい来ないから、こういう風にね、美味しいんですよね。まあ、ただ、今回試した感じ、その、ジップ系のやつはね、グラップリングとか、ジップラインアンカーとかは、なんかうまく使えなかったので、もしかしたらあそこは禁止区域かもしれない。それかたまたま今なんか当たり具合が良くなかっただけかもしれないですけど。なので、スピノだけで行く場合は、ちょっと注意が必要ですね。コスモくんをね、連れて行くか。もしくは、そもそも、まあ、この陸路をね、イーリンでずっと行くっていうのも一つ手かもしれないですね。そうすれば途中の敵も全部スキップできるし、一番激しいね、ロックドリークがたくさんいるメインのね、谷の方に行っちゃうと、囲まれちゃうんだよね、めちゃくちゃに。だけど、今行ったところは、プレッシャーがね、あんまりないんで、ただ、卵のね、数は、そんなたくさん期待できないから、まあ、厳選しようと思った時はね、ちょっとこの場所あまり良くはないんだけど、最初の一つにはおすすめ。うん。ですね。はい。じゃあ、特にね、ロックドリークにこう卵を取った後ね、襲われることもなく、無事1個ね、手にすることができたので、あとですね、安全にね、戻りたいと思います。
はい、というわけでございまして、今回はね、陸路で仮想のね一番深いところまでね、あの行く順路ということで、ご紹介がてらですね、ロックドレイクのね卵もなんだかんだ1個だけ取ってくることができましたね。140っていう風ですね。はい、あとはですね、一番ねメインだったエレメント鉱石をねいっぱい拾ってこれたので、よかったなと思います。まあ地形はねほぼ変わってなかったですかね。はい、でまああとはですね、まあロックドレイクがね仲間になって、その後はねまあ飛んでいけるということで、まあ陸路で行くことは多分なくなるとは思うんですが、最初のね最初の一つ目の卵を安全にという風な場合ね、割とねおすすめできる場所なので、ぜひぜひね行ってみてください。まあもちろんね衛星になってからね、他にも手段っていうかね選択肢が増えたので、まあそういうね新しい攻略の方法をまあ試すっていうのもね面白いですよね。はい、というわけでございましてね、今回ここまでとなります。それではね、続きはまた次回ということで、次回の動画でお会いしましょう。